定理は大学受験の回答で使ってもいいんですか？これに載ってるんだけどね、ある年東大と東工大でロピタルを使えば答えが出るのにやめてる人がいっぱいいて、で採点の先生がなんでロピタルを使わないんだとおっしゃっていました。相対評価です。そこでやめてこう0点になるよりは使って、何点かもらった方がいいというふうに僕は考えます。